沖縄と聞いて何を連想しますか？透き通る海と純白の砂浜、ソーキそばや泡盛に代表されるご当地グルメ、南国の気候と独自の文化、数え上げたらキリがないほど。そのどれもが揃っている場所が名護市。しかしこれほどの観光資源を有しながら、ある大きな課題を抱えていました。どう差別化を図ることができるかということをまず考えたんですね。綺麗な海とビーチがあるのはどこも同じ。観光の島だからこそ大切なのは他の市町村との差別化でした。そしてそれを集客につなげる効果的な PR。 沖縄県名護市、観光資源の再発見と発信。沖縄県名護市、この町の魅力は美しい海だけではありません。大手旅行サイトで日本で最も居心地のいい場所として全国4位、沖縄県内では1位を獲得するほどの人気があるんです。その魅力を尋ねに市役所を訪れました。今では沖縄といえば綺麗な海であったり綺麗なビーチというのがイメージとしては全国的になっているんですけれども、その中で他の市町村と名護がどう差別化を図ることができるかということをまず考えたんですね。いろいろ調べてみるとですね、名護にしかないものであったり、名護らしいもの、名護独特なもの、そういった観光資源がいっぱいあることに気づいたんですね。灯台元暮らしとはよくあることですが、その一例を見せてもらうことに。こちらが名護市庁舎になるんですけれども、約40年前に建てられたものなんですけれども、東南アジアの古代遺跡のようだということでですね、今ではインスタ映えの撮影スポットになっているんですね。立体的な造形に絡みつく熱帯植物、これは確かに東南アジアの遺跡を彷彿とさせます。この市庁舎は1981年に日本建築学会賞を受賞したほどの芸術性の高い建物。当時生まれていなかった若い世代もその美しさを感じ取っていたんですね。地元では当たり前になっていることが実は唯一無二の強みだったという観光資源が名護市にはたくさん埋もれているんです。その一つが沖縄を訪れる旅行者の多くが口にするご当地グルメ、ソーキそば。ソーキとは豚のあばら骨付きの肉、それを醤油で甘辛く煮てさっぱりとしたスープにのせたソーキそば。そのソーキそば、実は名護市が元祖と言われているんです。先代から数えて72年の歴史を持つ丸高そばには、地元の常連はもちろん県内外から多くの観光客が訪れます。沖縄そばは三枚肉、かまぼこ、ネギですが、そこにうちの父がソーキをプラスしたのがソーキそばの始まりです。先代のご主人が考案したソーキそば、当時は沖縄名物ではなく名護名物と呼ばれていました。今では沖縄の県民食として広く親しまれていますが、名護はそばで有名ではあります。元祖ということは知らなかった。元祖知らなかった。沖縄県民でも名護市が元祖ということはあまり知られていないようです。沖縄グルメに欠かせないのが料理と相性抜群のお酒、あのオリオンビールの工場があるのも名護市なんです。なぜ名護市なのか、その理由はこの山にありました。県北部に広がるやんばるの森は沖縄の水がめと呼ばれる場所。その森に蓄えられた水が湧き出すのがこの名護市なんです。その名水で作られる地酒、泡盛も名護市の重要な産業の一つ。
この地場産業を盛り上げるべく、塚山酒造所、ヘリオス酒造、龍泉酒造という名護市を代表する3つの酒蔵がコラボレーションして、3種類の泡盛をブレンドしたスペシャルバージョンを作りました。銘柄は名護魔潤。魔潤とは沖縄の方言で一緒にという意味です。この泡盛が作られるきっかけとなったのが、2020年に迎えた名護市の市制50周年。やっぱり蔵元にはですね、その他のお酒と混ぜるっていうか、まあ、オリジナル性を強く保ってるっていうところはあるので、なかなかそういうところっていうのは実現しないことが多いんですけども、今回やっぱり50周年という節目でもありますし、でその蔵元の3社の話し合いによって、やっぱりここはすごい、一緒になって名護市を盛り上げてさらなる発展になるようにという、もう本当に幻に近いような案で今回の実現したっていう流れになっております。住民が一緒になって地域を盛り上げる、銘柄に込められた熱い思いが伝わってきます。足りなかったのは PR 力。観光客誘致のために市長が一肌脱ぎます。最高です。美しいビーチをはじめ数多くの観光資源を有する名護市、さらなる発展を目指しある取り組みが始まりました。市内の中心部にあるホテル湯ヶ布院沖縄、絶景の名護湾を望むこのホテルにはリゾートらしからぬある一風変わった施設が。プライベート空間が守られる座席にミーティング用の個室、ここはホテルの1階に設けられたコワーキングラウンジなんです。名護市はリゾート地としてはもちろん、沖縄北部の中核都市としてビジネスの場でもあります。この最高の立地を生かした新たな取り組みです。名前がハナウール、カタカナでハナウールなんですが、こうサンゴの樹木を形にしたのがロゴマークになってるんですが、でウールというのがサンゴの方言になります。でサンゴのこの花の周りに卵がいっぱいあるんですね。でその卵はこの場所でたくさんの方がコミュニケーションが生まれて新しいアイデアが生まれますようにとの意味が込められてですね、ハナウールとしております。名前に込められた思いの通り、宿泊客以外も無料で利用できる空間になっています。ここから車で10分ぐらいのところに住んでます。あ、ちょうどここで一緒に系列の会社の方と今仕事を一緒にやってまして、でそういった面でも仕事でのつながりもできたので、すごい、そういった面でも良かったかなと思います。沖縄といえば多くの方が旅行先と考えがちですが、働く場所という考え方もできるんですね。観光以外にも多くの魅力を持つ名護市、その魅力を精力的に PR している団体があります。グローサリーストアさんにやってきました。それが名護ラブ。名護を楽しむ情報サイトを立ち上げ、ツイッターやインスタグラムなど SNS を駆使して名護市の魅力を発信しています。ハイタイ。中でも力を入れているのが YouTube での動画配信。出演者も制作スタッフも皆さん名護市民、地元民ならではの感性で選ばれた様々な情報が人気を呼んでいます。映像制作のプロ集団と思いきや、レポーターとディレクターのお二人は地元の劇団員、そして彼らをまとめる代表の戸口さんは製造業の社長さん。名護市を PR したいという熱い思いで集まった有志がそれぞれの得意分野を生かして制作に取り組んでいます。沖縄の人全般的にシャイであったりちょっと恥ずかしがり屋な部分もあるんですけど、本当にいい素材、いいものをすごく
まあ、外から見た時に素敵なものがたくさんあるんですけど、なかなかそれをあの表現する、まあ、手段手法とかっていうのがなかなかあの上手にできてないっていうのは、まあ、僕を筆頭に あるんだなっていうのは分かってて、周り名護にいる人たちにいろいろ聞いたところ、やっぱり伝わる伝える手段としては YouTube だよインスタだよっていう話をいっぱい伺ったので、まあ、じゃあ一番得意じゃないけど周りに助けてもらってそれを選択しようというところで、YouTube をやっぱり今最大限に活用してます。名護ラブの活動は名護市だけにとどまりません。沖縄を飛び出し東京の杉並区へやってきました。先頭を行くこの方は名護のシークワーサー風呂泡盛風呂を名護の市長に仕込んでいただきます。いい香りがします。それでは入れますね。沖縄北部の街香りも湯触りも最高です。アマモリ風呂で美容と健康、皆さんコロナが落ち着いたらおいでよ名護へ、行こうよ名護へ。ああ名護だけに和やかに名護町。